さあ黙ってられないぞ黒沢咲。そうっす、なんかみんな楽しそうにやってるけど誰か忘れちゃいないかということですよね。つまんねえハイパイ。いやいやいや、なんこいつ。いやまあ見ようによっては楽しいハイパイとも言えますね。でも泣かない黒沢なんで、だから泣かないからこそ、リーチチート、いやいやいや失礼しました。そうですね、リーチトイトイさん、あんこ、はい、そりゃそうですよ。いやこのまま黙ってる黒沢じゃないぞ、俺は知ってるぞ。いや渋川さんよく知ってるはずだ。そうですね、そうですよね。ここの親でね、ちょっとアイナリーチはみんな知りたくないっていうのはあると思うんですよ。おっかねえかんなあいつって。でも高見選手手が良くて、はい、大吾選手の手がいいんで、これ怖くても行く手ですね2人とも。これは黒沢怒っちゃうね。いやでもこれ頑張れるかな。結構いりますよね、奇跡的な層が。てか周りがまず進まないことが条件ぐらいはね、周りが進んじゃったらもう文句は言えない。いやー進んでる、最高。中林選手はね、まあチュンチュンは絶対見てるし、はい、覚悟ですよね。そう、やばいことは分かってるんですけど。でも俺だって、あ、お、1個来た。だって俺だって上がればトップ確定のリーチですからね、6球走。そうなんですよね、手が良すぎたのがね。なるほど、ぶつける価値があっただけに危険と隣り合わせ、はい、1万2千確定の両面待ちですからね。はい、いや3ピン打った時はで6球走になった時はね、お見事と思ったんですが、そう、あれほど見事に打ってもやっぱり負ける時は負けると、うん、うわしょうもないですねこれは。レンちゃんも大事。なんは泣かないですよね。あ、もちもちなっちゃった、ダメな。これ高見選手きついですね。黒沢選手ももちろんきついけど、いやこれはだって、まあ、パーソー引いたら一応でもないか。パーソー引いたら何ポンテンの8000ですもんね。あーでもパーソー引いたら何もあります。ありますね、リャンピンか。これ大吾選手先切り銃弾見せてきますね。これローワン切ると思います。で迷ってるならトンか。うん、かなんかローワン切るときってもうノータイムで体が切るときだと思うんですよ。これはもうウッパーワン固定で OK みたいな、はい、今回みたいになんかどっちになるかまだ分かんないときに固定はさすがやりすぎだっていうことですね、はい、まあ一旦3番ですか。いや来た来た、5673宿。ここでローマンありますか。ある、スーピンか、あるローマンか、ある。いやこれ大吾選手、おトップが近づいてきたね、ともらっちゃおうかなっていう感じですね。中林くん、なんだいこっち来たかと、ね、これは聖一近藤の指名とも言っていいこの大吾博士、はい、近藤聖一のイズムたっぷり注ぎ込まれている男です。お、ドラ、いいシャンテまで来たよ。いやこれリーチ入った高見選手なんというとありますね。危ない危ない危ない、確かにかなり危ない。来るか、あーこれ単4変化、これ3ピンか。ここでも、ここでも先切り、ここでも先切り、6番に続いて3ピン目いっぱいに受けずです、はい、ん赤。ただまだちょっと愚形の残ったリアンシャンテン、そうですね、ブクブクにするほどではない。ドラがパーソー、うん、まあ受けですね。ドラヒだ、噂のリャンピン化なんですよね。なんだポンはないよ。ポンした、失礼。今日だけはさせてください。明日私誕生日なんです。これは、まあ、本当にリーチだ。おー、しかも今度ダブランドイツ落としですよ。さっきはチュンのドイツ落とし、今度はダブランドイツ落とし。これは怖すぎ、あの大井さんがえって覗くやつですよね。そうですね、はい、これはやばいっすね。ドン、おー上がれた9ピン、3900。これ大吾さん9ピン先打っとけば助かってたんだ。先切り銃弾、先切り銃弾ミスというか痛い、裏べった。でも普通は3ピンと9ピンだと3ピンの方が危ないんで、だって9ピン1ピン3枚持ってましたしね、はい、こういうのは安全ですよね。普段先切り成功例なんですけど、はい、たまたまシャンポンが出てきましたね。なるほど。